第13回、英単語カード作戦。皆さん、こんにちは。山口さおです。今回は環境、学習環境について話していこうかなと思います。結構重要だと思いますよ。あの、まあ、勉強してる人なんかはよく、あまあ、し、これからしようかなと思ってる人はね、あの、どの本がいいですかとかね、あの、どの、 え、あの、学校行ったらいいですかとか、英会話学校がいいですかとかね。まあ、そんなことを気にするんですけど、この環境を整備するっていうことを、最初にね、まあ、なんていうんですかね、考えている、気にする人っていうのがどうも少ない感じがしますね。ところが実際に、まあ、何か学習とか、そういう、何かしらの技術を習得する、訓練とか、まあ、そういったものを、まあ、始めるとね、 そういったことをし始めると、このね、環境っていうのがね、学習環境っていうのが意外と大きい。なんかどの教材使うかとかよりも、実はね、結構重要だったりするんですよね。まあ、多くの場合はこれが、なんかね、学習ができないっていう要素になってしまったりするんですよね。だからこのきちんと学習するのに適した環境っていうものを作っていく。そして、 あの、まあ、教材を選んだり、トレーニングの方法を考えたりする上でも、自分の環境を考えて、それにフィットする。まあ、それに、と相性のいい学習方法っていうものを取り入れていくっていうことを、まあ、意識しなければいけないと思うんですよ。例えば、あの、まあ、大きな声でね、音読をするのがいいって言ったって、その、ね、電車の中でしか勉強できない人は大きな声で電車の中で勉強できないですよね。だから、そう、 それをどうしてもしたいなら、やっぱり声の出せる環境を確保する。環境と時間を確保する必要があるわけだし。まあ、電車の中でやるんであれば、まあ別のね、そのトレーニングだっていくらでもあるわけですから、その別に実際に発生しないような工夫をするとか。だけど、まあそれ同等にそれに近い効果が得られるような、まあ何か口パクでやってみるとかね。まあそういうのをやるとかさ。 で、それだとなんか不審な人だと思われるんだったら、ちょっとマスクをしてみるのもいいかなとかね。なんかいろいろこう、作戦を立てることができるじゃないですか。まあこうやって調節をしていくっていうことですね。その労力っていうのを惜しまないようにしましょう。でね、この象徴的なっていうか、あの、まあ環境づくりのためにここまでやってる人がいるんだっていう、まあ一つの例なんですけれども、まあ、 当時ね、私トイックってテスト受けていたんですけども、まあトイック絡みのネタをブログで紹介しているまさまささんというですね、まあなんか自分自身も勉強して900目指して頑張ります、今日はこんだけやりましたみたいな感じでかなり極端な量をこなしていたので、まあ多くの人がね、注目して、あの、なんかあの人すごいよねみたいな感じでね、トイック業界でも一時期有名になった有名学習者、有名ブロガー。 野正正さんという人が、まあ900点をね、実際に取ったんですよね。取って、まあ引退したみたいな。まあ、この業界からね、あのブログも,なもう消えちゃってなくなったみたいですけども、あの、まあ、っさりね、目標達成、引退みたいなね、なんかちょっとかっこいいんですけどね。あの、まあ、そういう方が、あの、まあ、取った後に、他のね、トイック講師の方、 が、インタビューをしていて、まあ、対談みたいなのをしている音声かなんかをちょっと聞く機会があったんで聞いたんですけど、その中で、その、まさまささんがね、言うには、あの、ま、うちに帰ったら、いろいろね、よからぬ、こう、邪魔が入ると。で、なので、まあ、会社から帰って、帰る途中に、一件その、 なんか、レンタルルームみたいなものを、そう、借りてね、勉強部屋みたいなものをお金を出して月決めで借りて、で、そこに勉強道具を置いておいて、で、そこ、帰りに寄って、そこで勉強していたとかね。まあ、あるいはなんか休みの日とかにちょっとこう、気分が乗らない時はわざわざそこまで行って、その自分の勉強部屋ですよ。で、そこに閉じこもって勉強していたということを、まあ、話されてたんですよね。 で、それってすごいじゃないですか。だってお金かかりますよね、借りるの。普通にサラリーマンで、まあ、収入は知りませんけど、そんな無人像に別に金があるわけじゃないのに、一部屋をね、その勉強するだけにこう、借りるっていうね、これってなんか、すごいなと思いますね。<laughs> でも今よく考えたら、ほら、専門学校に、ね、えー、通いますと。で、それでなんかこう、そこの、 授業料を払ってるなんかに比べたらもしかしたら安いんじゃないですかね <laughs>。あの、学校に払うよりも場所に払った方が実は、実は学習効率は良かったりするかもしれないですよ。ちょっとここは考えどころですけど、あの、まあ、そういう場所をちゃんと確保してたわけですよね。そういう、なんか短期間でそれなりに成果を上げている人はね。であと、まあなんかドライブにこう行って、でドライブじゃなくて、なんか喫茶店に入って、まあちょっと、 長いできそうなところにね、入って、で、ひたすら勉強と <laughs>、いうことですよね。まあ、そんなこともして。まあ、それって多分環境、勉強しやすい環境っていうのを探るまあ、そういう場所に自分が身を置くっていうことですよ。まあ、そういったことをする。まあ、あの、こう、大人だからね、そういうことってできるのかもしれないですけど、あのまあ、お金かければね、結構やりやすいかもしれませんよ。だけど、まあ、別にお金かけなくても、 まあ工夫はいろいろできるじゃないですか。まあ多分図書館に行って勉強してる一部の学生とか生徒とかは、あのおそらくね、そういう,う、まあ、気持ちがあるんでしょうね。そのうちだとなんか集中できないからとかね。まああるいはその、例えば、あの、この図書館で勉強を開始した時点からは、 あの、勉強を終える1時間後までは、スマホは、あの、一切カバンから出さないようにしようとかね <laughs>。あの、自分で決めてね。いや、別にスマホが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、あの、ほら、集中を阻がれるようなものは、ちょっとこう、周りに置かないようにしようとかね。ま、あるいは休みの日に、あえてスマホを持たずに、図書館に行ってやってみるとか、ま、あるいはなんか、ファミレスに行って、え、勉強してみるとかね <laughs>。あの、なんか、 そういうことをしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん結構ファミレスで勉強してる人多いですね。なんか休みで。まあ特に定期テストの前とかだと、まあ中学生とかが多いのかな。中学生の女子とかが多いですよ。あの、うん、なんか店側にしたらね、迷惑なのかもしれないですけど、まあそれ休みだったかな。あんまり本当に混んでるときやっぱりあの気が引けるんでしょうから、まあそういうときはいないですけど、 あの、意外とね、長期休みの平日とかだと、うん、なんか夏休みの宿題をこなすとか、まあ、定期テストではないけど、まあ、宿題いっぱいやんなきゃいけないからみたいな感じで、まあ、ね、中学生がわーっと来てやってるっていう、まあ、パフェ食べたりとかしながらね、やってるっていうのを、まあ、見たことありますね。あの まあちょっと、それ、まあ正しいね、ファミレスの使い方じゃないのかもしれないですけどね。うん、でもまあ、やっぱり、えー、彼女たちなりに、えー、まあ環境を探ってるのかなというふうに思います。だからまあ、まあまあ大人はもっと、もうちょっとね、自由度があるはずなんで、ここはきちんと、どういう環境でやろうとかね。まああの、自分の部屋がある人はいいですけど、 まあない人とかだったらね、やっぱり兄弟と一緒とかだったらなんか難しいんじゃないですかね。あまあいろいろ工夫をするっていうのもいいのかなと。あいいのかなっていうかまあ必,必要、必須なんじゃないかなというふうに思いますね。だまあ究極的にはもう、あの勉強する部屋をもう借りちゃうとね、月決めでね、家賃払ってね。<laughs> そういう、究極的にはそういうことになりますけどね。まあそこにわざわざ行ってね、勉強しないで、ただなんか、 遊んでたって、ね、スマホでゲームやってたら、なんてそんなバカなね、ことはしないわけで、未店に切ってたらね。それなりの覚悟だと思いますよ、そういうのって。で、まあ私の場合はどうしたかっていうと、その、まずね、電車での移動が多かったんですよね。で、この電車での移動というのは、あの意外といい環境だなというふうに思いました。 あの、もう何もできないんですよ。スマホも、その、スマホ自体存在してませんでしたし、携帯電話も私は持ってなかったんで、もう一度乗ったらですね、満員電車ですから、もうなんか、ただずっと立ってるっていうか、まあ、もう立ってるという意識もなくですね、こう、押し込まれてるだけですから、<laughs> 倒れることもできないみたいなね。そういう状態ですよ。ですから、その中で、まあなんか本は読んでましたね。 もう本読むしかないんですよ。だからもう暇ですから、ただぼーっと立ってるしかないんで、まあそういう状況ではすごく勉強できました。だからまあ、何回か前のね、回で話したと思いますけれども、あの1日、まあ、勉強開始してからほどなくね、あの、1時間半とか2時間とかね、あの、は、まあ、勉強してましたよと。まあ、ない時は3時間ぐらいやってる時もありましたよ、みたいなね、話をして、おそんなやってんのかってね、思われたかもしれませんけど、 あの電車の中がやっぱ多いんですよね、電車の中に入ったら乗、前に電車乗ったらもう自動的に勉強するみたいな、まあ、ここはべ自分の勉強部屋なんだみたいな、ね、書斎なんだというような感覚でいればです、ね、あの降りる瞬間まで勉強をするわけですから、そうすると、もうそれだけで、ね、2時間ぐらい、下手したら、1時間半か2時間ぐらいはです、ね、勉強できちゃうんですよね。だからまあこれは 通勤を電車でされてる方なんかは、この時間をもう有効に活用する。もう下手したらその通勤時間長い人だったらその間だけでねあの、英語力高まっていくんじゃないかなと思いますね。もう、え、電車以外では勉強しない。その代わり電車では100%勉強するみたいな。なんか、それ、それでも相当上がる人いっぱいいると思いますよ。うん、あとまあ問題はその、 なんていうんですかね、人との調節みたいなのも大事かもしれないですね。その飲み会があってとかなんとかとかね、あの、付き合いがありますとかね。で、これも、あの、まさまささんの話ですけど、あの、なんか宣言して自分はどうしてもトイック900を取りたいから、ね。だからもうそういう、あの、飲み会には行けませんからって <laughs>。 で,すでもみんなそれをほら宣言して俺やってるぞみたいなのアピールしとけばみんな一応あれじゃないあの理解してくれるからあのまあ、ああ、なんかこれから彼は勉強すんだなみたいなね。まあ、温かくこう許してくれるみたいな <laughs> ところがあったらしいですけどね。まあ、だからまあ宣言してしまって人間関係でね、なんか付き合いみたいなものをこう ちょっとこう、理解されやすい状態にしておくとか、まあそういうのも大事なのかなと思いますね。特に家族との調節とか結構大事なんじゃないですかね。あの、まあそこら辺の理解がないとね、なかなか、あのまあ子供がいますとかね、子供をじゃあこの間ちょっと見ててよみたいにね、頼むのも、なんか、頼めないからしょうがないみたいなね、<laughs> 結構難しいなっていう。 子供、子育てされてる方とかは結構ね、難しいと思いますけど、まあそこをまずね、まあどんな教材で何をやるかっていうのに合わせて、まあ環境を整えていく、どこで何をやるのか、ね、自分の、まあ生活スタイルの中では、まあどういう環境が確保できて、まあもうすでに存在していて、そしてどのようなトレーニングをすればいいのかっていう、まあこういうことをまあか考えながら、で試しながら、 ま、相性のいいものをピックアップし、そして、えーまあ、集中して勉強できるっていうも、時間を少しでもね、取れるように、工夫をしていくっていう、まあ、ここは考えていかなければいけないよと。で、これは一つ成功していくための、一つの、キー、鍵になるというふうに思いますね。まあ、私もま、言ってましたね、あの図書館にね、あの、 あと、ま、大学通ってる人とかだったら、あれじゃないですか、あの、勉強する、できるような、自習できるようなところっていっぱいあると思うんですよね。だから、ま、もちろんね、大学っていうのはその、勉強するのに適した環境になっているはずなので <laughs>、ま、ここの教室で勉強できるぞみたいな。で、会社員で、あ,あ、そうそう、会社員の人でね、あの、会議室を借りてるっていう人いましたね。借りてるっていうか、その、ま、退社時間 <laughs> っていうんですか、 あのもうこう、就業時間っていうんですかね。もう終わって、で、じゃあお疲れ様でしたって言ったら、まあ帰るじゃないですか。で、帰らないでその間、あ、なんか空いてる、ここの会議室空いてるんで、まあその夜だから、ね、6時とか7時とかに、この会議室空いてるから、まあそこをちょっと使わせてくださいって、ね、まあね、その権限のある人、上司とかに頼んで、あ、もう別にね、空いてるんだと使っていいよって。 言う、言われると思うんですけどね。まあ、勝手に使える人だったら勝手に使えばいいんですけど、あの、そういうところで勉強して、で、うちではもう勉強できないから、もう会社でもう夜遅くまで、まあ、残業じゃないんですよ。あの、会期室で自分の勉強をする。自分の英語の勉強をする。で、それで、あの、もう終電近くに帰るっていう、そういう、あの、なんかことをして、それでトイックの成績上げましたみたいな体験談。 ま、その人の場合、会議室じゃなくて、なんか、会社にね、自習室みたいなのがあったらしいですね。それもいい会社だなと思いますけどね。IT 関係の会社でしたかね。で、すごく短期間に、トイック、その人は800点取りましたみたいな感じで、前田先生とこう対談してましたけど <laughs>、あの、やっぱりやってるなと思います、ね、まあ、その環境づくり、ね、よく、こう、 体見談みたいなものを聞くと、やはり、えー、環境づくりみんな工夫してるんだなと。で、それがうまくいってる人は、やっぱり、成果を上げてるんだなと思いますんで、まあ、英語の勉強。ね、えー、まあ、カード回しに関して言えばですね、これは、あの、うちじゃなくてもできるんで、隙間時間でもできるし、あの、お風呂でやるとかね。まあ、お風呂だと、カードはね、ちょっとさすがに濡れたら嫌なんで、あの、持って行って、えー、お風呂ではやりませんけれども、あの、 まあ元の、元ネタになった単語帳みたいなのもあって、まあそれをこう、なんか三分割とかにもう分けちゃって、割っちゃって本をね。それで、それはまあ別にいいじゃないですか。もうカードにしたものだから。まあ、その中に入っている単語帳で、単語で、え、なんか分かってないやつはもうカードにしてあるんですよね。で、その元の単語帳はもう捨ててもいいぐらいな感じなんですけど、だからこそ、そのお風呂にそれを持って入って、それを眺めるとかね。まあそういうことをやりましたけど。 でもあまあ、あんまりこう熱中しすぎるとね、危ないですから、あの、長風呂しすぎてですね、出た時クラッとなってね、倒れたりするとね、ちょっと困りますから、なりかかりましたからね、一回。あの、だからあんまり熱くならないように、した方がいいとは思いますよ。でもまあ、ほら、あの、どういうところで、どういう勉強するかっていうのを考えていく。環境と、その、メソッドとか、まあ、内容ですよね。 えー、その両方、相性を考えることと確保すること、この2つを意識して進めていけば、学習はスムーズに進んでいくし、だんだん効率上がっていくっていう。まあ、今回はそんなところで終わります。ありがとうございました。